皆さん、こんにちは。さあ、今日はこちら YZ4SF。 このね、最強 4WD でそのランサーキットをついに走ってみたいと思います。さあ、この YZ4SF、 タミヤのね、こういった車と違って少しね、不安なところがあるんですね。このね、ハイエンドマシンはね、ギアが丸出しなんですよね。ピニオンとギアが丸出しなので、ここにね、細かい砂が入ってきた時にね、スパーギアとピニオンギアの間に小石とかがね、挟まるんじゃないかっていうね、そういった不安があります。それがね、果たしてどうなるのか、こうなんか防塵対策とかをね、しないでこのままの状態で走らせても大丈夫なのか。結構ね、ボディとかはね、密閉性があってね、ホコリが入りにくいとは思うんですけれども、ちょっと心配がありますね。さあ、タミヤのね、車はこうやってね、結構ね、ギアケースがあって、もうギアが全部ね、隠れてる、こんな感じが結構ね、タミヤ車のね、ミドルクラスには多いですね。まあ、タミヤ車は、ね、こういう構造なので安心なんですけれども、ハイエンドはね、果たしてどうなるのか。6.5 ターンのモーター、非常にね、速い強力な車となっております。さあ、そしてサーキット用に業務用扇風機を2つ買いました。業務用扇風機、普通の扇風機に比べてかなり大きいです。ちょっとスイッチを入れてみましょう。よっ、めっちゃ涼しいっす。これなら暑いサーキットでも快適に過ごせるんじゃないかなって思います。いや、いいっすね。さあ、そしてこの休憩所なんですけれども、エアコンがね、ついてないんですよね。なんと、なのでエアコン買いましたよ。まだね、取り付け工事は終わってないんですけれども、40万。もうって40万ってありえます？めっちゃ工事のお金とかも高くて、いやー、でもね、このね、今ね、日本暑いですもんね。この暑い中ね、エアコンがないとね、温泉入った後も涼みたいですもんね。ラジコン走らせた後も涼みたい。なのでね、エアコン買いました。頑張りました。さあ、サーキットにやってまいりました。扇風機も持ってきました。夏でね、もう雨が全然降らなくて日照り続き、そしてね、土もこのサーキットをね、作った頃に比べてもうだいぶ変わりましたね。すごいね、地面が締まって硬くなってますね。もう柔らかいところはないんじゃないかなっていうくらいね、結構ガチガチに硬いです。なんかね、イメージするとタミヤサーキットみたいなね、そんな感じの路面になってきたかなって感じがします。硬い。さあ、グリップするかも心配だし、 YZ4SF の中にね、ホコリが入るのかも心配ですね。今日めっちゃ土ぼこり日和ですからね。さあ、それでは本当に久しぶりに YZ4SF のスイッチを入れてみたいと思います。逆接しないように。こんな感じだったきたね。さあ、スイッチを入れます。久しぶり。ちゃんとね、オイルダンパー、エアレーションダンパーですね、ビッグバーダンパーは手入れをしてあります。この隙間からね、砂ぼこりが入って大変なことにならなければいいんですけれども、もうすぐ終了なんてことになるかもしれないですけれども、さあ、走らせてみましょう。よいしょ。さあ、 YZ4SF が走り始めました。久しぶりに走らせます。最強 4WD モディファイドの YZ4SF、 いろいろ心配事があります。この速いラジコンで果たしてこのソノランサーキットを走れるのか、そしてこの路面グリップするのか、
そしてこの土ぼこりがミニオンとスターギアに噛まないか。さあ、さまざまな心配事を抱えながら YZ4SF 走っております。さあ、一周走り終わりました。バックストレート、おっと、ハイサイドで転がってしまいました。さあ、バックストレート速い。さあ、右側高速試験へ。さあ、手前小さめヨッシュを慎重に越えていきます。そしてジャンプ台、おお、ジャンプもいいですね。さあ、パワーがあるんでね、スロットルワークを乱暴にしてしまうと少しリアが巻いてしまう、そういったところがね見られますね。さあ、3連、そしてテーブルトップ、いやー、テーブルトップの後のヘアピンがねすごい短くなったんで、テーブルトップ難しくなりましたね。さあ、YZ4SF 6.5 ターン、非常に速いです。さあ、小さめヨッシュへ慎重に越えていきます。そしてジャンプ台、お、今ね結構綺麗な姿勢で飛べましたね。さあ、3連へ向かっていきます。うん、結構ねグリップはいいかな、思ったより走りやすい。さあ、3連、うん、3連もねもう余裕ですね、 YZ4 になってくると。さあ、バックストレート、おお、速い。さあ、試験へ。さあ、丁寧なスロットル枠で。さあ、小さめヨッシュ、いや非常に走りやすいですね、思ったより全然走りやすい。さあ、ジャンプ台、おっと、少しバンザイ気味になってしまいました。さあ、落ち着いて大きめヨッシュを越えていきます。さあ、この乾いた路面もね走りやすいですね、思ったよりも全然グリップする、もうリアが巻いてしょうがないとかそういったことはないですね。さあ、今のところピニオンとスパーから変な音はしていません。今のところ小石はギアに絡んでいない様子です。さあ、ジャンプ台、おお、飛距離さすが出ますね、スローモーション、ちょっと万全気味になったけど、ここで姿勢を直して、おお、非常に距離が出ます。 10.5 ターンの DB01 よりもやっぱり出ますね、飛距離。さあ、テーブルトップ、さあ、しかしねパワーがあるんでね、操作はねなかなかね繊細ですよ、乱暴な操作をするとすぐにギアが巻き気味になってしまいます、こんな感じ。さあ、慎重に、おっと、さあ、大きめヨッシュも慎重に、そーっとスロットルを入れていく感じでね、今もね少しリアが巻いてしまいましたね。これはね路面がすごい滑りやすいっていうんじゃなくて、 YZ4SF にすごいパワーがあるんで、スロットルをね雑に握ってしまうとスピン気味になってしまう、そんな感じですね、こういう感じですね、スロットルをそーっと入れていく、そんな感じですね。やっぱここまでパワーがあるとスロットルを雑に入れるとスピン気味になる。さあ、3連へ、いやでもね速いですよ YZ4SF。 さあ、テーブルトップ、おー、今珍しく小回りできましたね。さあ、バックストレート、速い、これくらいの速さになるともうバックストレートを一瞬スロットルを全開にできる、それくらいですね、あとはねほぼスロットル握ってないですね、そーっとスロットルを握ってる感じです。さあ、ジャンプ台、おお、飛距離出ましたね。さあ、3連へ向かっていきます。テーブルトップ、難しいですねここはね、難易度が非常に上がりましたね。さあ、バックストレート、少しね芝に隠れてしまいましたね。さあ、試験へ、小さめヨッシュ、そしてジャンプ台、いやこれでね YZ4SF このね一番速いラジコンでも走ることができた、そして路面ね、路面も非常にね走りやすい、これでね心配事2つなくなりましたね、速いラジコンでもこのサーキット楽しく走れる、グリップもね大丈夫だった。さあ、残る一つの問題はね、ピニオンとスパーにホコリがね、この砂ぼこりが入っ
てギアにね小石が噛むんじゃないか、そういった心配事ですね。今のところ大丈夫そうですけどね、今のところスパーギアとピニオンにね石が挟まってるような音はしてませんね。さあ3連、そしてテーブルトップ、あー難しい、また大回りしてしまいました。さあバックストレート、そして試験へ、さあ小さめ用紙、小さめ用紙もね侮れないですね。さあジャンプ台、おおまた相当飛距離出ましたね、綺麗に放物線を描いて飛んでいきましたね、もう画面に収まらないくらい遠くへ飛んでいきましたね。タミヤのクラシックバギーとすごい相性がいいこのコースなんですけれども、速いラジコンでもね楽しく走ることができました。さあそれでは YZ4SF のボディを開けてみましょうね。バッテリー1本走り切りましたね。スパーとピニオンに砂利が絡むことがなかったですね。思ったよりも中綺麗ですね。あ、なんか全然砂とかそんなにね、ちょっとした砂ぼこりみたいなのはもちろん入ってますけれども、思ったより全然中綺麗ですね。なんだろう、ハイエンドのこういうボディの形状がいいのかな、こういうね形状で、それで砂が入りにくいのかな、密閉されてて。あ、思ったより良かったです。心配していたような事態は起きませんでした。まあ今日に限ってかもしれないんでね、ずっと長い時間走ってるとスパーとピニオンにね砂とか砂利が絡むかもしれないんですけれども、今のところね大丈夫でしたね。こうねハンドルを切ってね、ちょうどこのハイエンドのこのボディの形があれなのかな、砂が入りにくい、そういう感じなのかな。というわけで今回はハイエンド、しかもね一番速いモディファイド 4WD6.5 ターンのモーター、すごい速いラジコンで走ってみました。すごいねパワーがあるんでね、やっぱり四駆といえど思い切りアクセルを握ってしまうとね少しリアが巻き気味になってしまうんですけれども、それでもねこんなにひねり続きでこんなね硬い路面で思ったより全然グリップしてすっごい走りやすかったです。これはね嬉しい誤算。なんかねこのサーキットね本当に運がいいのか、雨が降った後でもこうやって乾いた後でもすっごいね走りやすいんですよ。それがね本当に良かったなと思って、これはね本当ちょっと嬉しいかなって思います。皆さんも多分走って多分ね走りやすいなって思うと思います。というわけで今回はこの YZ4SF で走ってみました。さあオープンまでねいよいよあと2週間、皆さんのお越しを心よりお待ち申し上げております。慣れない敬語で片言でしたね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。